日本人がやれるんだったら我々もできるというね、こういう希望をね、指し示した国だというふうに思いますので、私はね、やはりそういう理念をね、持ってないと、これから非常に厳しい時代ですよ。中国の台頭で尖閣の問題もある、竹島の問題もある、北朝鮮が毎日のようにミサイル撃ち込んでくる、これね、非常に苦しい状況に追い込まれています。国内でもね、人口がどんどん減っている中で、なかなかこの地方の活力の道筋っていうのは見えないと。こういう中で一致団結してね、我々がこれを乗り越えるためには、この日本の素晴らしい国、今まで歴史に具体的に刻んできたこの理念というものを高く掲げてね、その志をみんなで分かち合って頑張っていかなければいけないし、政治もやっぱりそういうことも単なる具体的な政策だけじゃなくてね、そういったみんなと一緒にね、その理念、志っていうものを共有することも大事だというふうに思っておりますので、こういう思いでね、私も政治活動を10年やってきて、2回も落選してね、どうするかなと、小原さんも非常に辛い思いをされていると思いますけど、まだ大丈夫ですよ、30、まだ2歳ぐらいですか。8。ちょっとわざとサバを読んだんですけど、38やね、はい、全然問題ない、私、今46歳なんですわ。で、私も35歳の時に大蔵省を辞めて、そして野中宏さんとね、戦うということで、京都4区でやってきたんです。彼女もね、無謀やと思いますよね、皆さん、高野大先生が。こちらにもいらっしゃるから。でもそういうね、やっぱり自分のなんか小手先でね、うまいこと要領よくね、出世するという方じゃないんです、彼女は。やっぱりここでね、正々堂々と胸を借りて、これを乗り越えていけばね、彼女は立派な政治家になるというふうに確信をしております。艱難信仰を経て志いよいよ高しという西郷隆盛の言葉がございますけれども、小原舞をぜひ今後も皆さんのお力で育てていただいて、私も7月の参議院選挙を全力で頑張ってまいりますので、小原舞北上敬老の美女と野獣ということで一生懸命頑張ってまいりますので、皆さんの力強いご支援を賜ります。